エスタン鉄道は、オーストラリア・クイーンズランド州の西部内陸部で1910年に建設が計画されたクイーンズランド州営鉄道の鉄道路線である。本線と4つの支線で構成され、総距離は約2 0 0 0トルである。支線の一部は建設されたが、支線の残りと本線は建設されなかった未成線である。 グレートウェスタン鉄道路線ズグレートウェスタン鉄道の本線は当初の計画ではクイーンズランド州南西部のサウスウェスト地方のトバモリーから北西部のノースウェスト地方のカムウィールまでであり起点は後にトバモリーからエロ漫画に変わった当路線は当時ニューサウスウェールズ州の北西側の鉄道路線の終点であったバークとノーザンテリトリーの港湾都市で あるダーウィンとを結ぶ、線上に位置する。本線は、州内の既存の鉄道路線網から大きく、西に離れていたため、これらを結ぶ4つのフィーダー路線が合わせて計画された。既存の路線との接続箇所は、金原駅への路線の途中であり、チャールビル駅の近くのワラル、セントラル線のジェリー湖駅で分岐する支線の終点である、ブラッカル駅、グレート、ノーザン鉄道、 ウィントン。方面の終点である、ウィントン駅、グレートノーザン鉄道セルウィン方面の途中であり、クロンカリー駅の近くのマルベンの4カ所が予定された。1917年までに、支線のフィーダー路線の内ウェストゲート駅、クイルピー駅間、ブラッカル駅アラカ駅間、マルベンダジャーラ駅間が開業したが、その後1921年頃に工事は中断され、 残りの区間は開業していない。クイーンズランド州の鉄道は、東海岸の各地の港湾と内陸とを結ぶ、東西方向の路線が先に発達した。南北方向の路線は1910年の時点で、ブリスベン・ロックハンプトン間が開業しているのみであり、それより北にある、東西方向の路線はバラバラに存在していた。 これらの路線を連結する南北方向の二つの路線を建設する法案が1910年12月に衆議会で可決された。一つは東海岸に沿ってロックハンプトンケアンズ間を建設するノースコースト鉄道法で1924年までにノースコースト線として全線が開業した。もう一つがグレートウェスタン鉄道法である。 グレートウェスタン鉄道法では、本線と4支線を合わせた1282マイルの区間を A 区間 D 区間の4つの区間に分けて規定した。また、ルートは必要に応じて25マイルを超えない範囲で、上記の区間からずらすことを認めた。トバモリー・カムウィール間は、バークとダーウィンを結ぶ、線上に計画されたが、バーク・ダーウィン間の全線を建設するために必要な、 調整は行われなかった。A 区間の建設 A 区間の起点は、ワラルの約4マイル北のウエストゲート駅となり、方では南西方向のトバモリーに向かうと規定されていたが、実際はほぼ真西のエロ漫画に向かって建設された。1910から1911年度に着工され、1913年6月23日にウェストゲート駅クーラディー館が開業。 1913から1914年度にチーピーまで完成し、1917年4月11日にクイルピー駅まで開業した。クイルピー駅エロ漫画館は未着工である。B 区間の建設 B 区間は1910から1911年度に着工され、1912から1913年度までにベンリデーまで、 1914から1915年度にエメットまで完成し、1917年4月3日にやらか駅まで開業した。1918から1919 19年度にやらか駅パウエルズ川間が着工されたが1921年頃に工事は中断した。パウエルズ川園は未着工である。 飼育館の建設飼育館は1914から1915年度に、ウィントン駅マイナス37マイル地点間が着工されたが1916から1917年度に工事は中断した。37マイル地点、スプリングベール間は未着工である。37マイル地点は当初はエルダーズリーと呼ばれていた。 D 区間の建設 D 区間は1910から1911年度に着工され、1912から1913年度までにダッチェス駅まで、1915から1916年度にブトリューまで完成し、1917年4月16日にダジャーラ駅まで開業した。1918から1919 19年度に、 ダジャーラ駅ムナ・川間が着工されたが1921年頃に工事は中断した。ムナ・カワイエンは未着工である。QR 路線図、ウェストゲート駅、クイルピー駅間はグレートウェスタン線と呼ばれている。1916から1917年度に飼育間で工事中であったウィントン駅マイナス37マイル地点間の工事が中断し、 1921年頃に B 区間で工事中であった、柳川駅パウエルズ川間と D 区間で工事中であった、ダジャーラ駅ムナ川間の工事が中断した。1940年頃までは中断中とされていたが、工事が再開されることはなく、実質的に計画は終了した。A 区間で開業した、ウェストゲート駅、クイルピー駅間はその後も、 グレートウェスタン線と呼ばれている。B 区間で開業した、ブラッカル駅やらか駅間は2005年に、ジェリコ駅ブラッカル駅間と共に廃止された。B 区間で開業したマルベンダジャーラ駅間のうち、マルベンダッチェス駅間は1929年に開業した、ダッチェス駅、マウントアイザー駅間の支線と共にマウントアイザー線の一部となり、ダッチェス駅ダジャーラ駅間は廃止された。 ありがとうございます。